おい、ずいぶん久しぶりだな。そろそろ最強の戦士を決めようじゃないか。待たせたな。退屈な毎日を送っている貴様ら、喜ぶがいい。究極のオンラインイベントがいよいよ動き出すぞ。よし、行くぞ。貴様ら、ドラゴンボールゼノバースが発売されて、どいつもこいつもえらく強くなったと勘違いしてるようだな。ふん、甘い甘い。今回はそんな貴様らの目を覚ます絶好の機会を与えてやる。そうだ、ドラゴンボールゼノバースで天下一武道会を開催するのだ。まずは手始めとしてベータ版で練習させてやる。俺たちでも貴様の作った戦士でも参戦可能だ。オンラインに接続してどういった形でライバルたちと戦うか、ここできっちり身につけろ。いいな。そしてついに予選本番だ。一定の期間内に戦って戦って戦いまくれ。成績はポイントとなってランキング形式で発表してやる。上位に食い込めば予選突破だ。選ばれた選手は堂々と公式ホームページで公開してやるからな。さらに勝者の証となる称号をくれてやる。時と人の中で他のプレイヤーからも見えるものになっている。勝負を挑まれるがいい。そしていよいよ日本チャンピオンを決める決勝トーナメントが開催される。いいか、このトーナメントは生配信する予定だ。間違いなく決まった時間にゲームの前にちゃんといろよ。もしいなかったらとんでもないことになるからな。貴様ら逃げるんじゃないぞ。運よく日本チャンピオンになったやつにはもちろん賞品が用意されている。大会の詳しい情報は随時ホームページ等でチェックしやがれ。さあ始まるぞ、真のナンバーワンを決める戦いが。何？第2回大会も計画中だと？まだだ！おい貴様ら、ドラゴンボールゼノバースを遊び尽くすダウンロードコンテンツを手に入れやがれ。最新第3弾では復活の FN がいよいよ登場だぜ。ゴールデンフリーザの野郎はもちろん、さまざまなプレイヤブルキャラ、新師匠としてジャコや老怪王神まで登場。そしてパラレルクエストも追加。他にもさまざまなキャラクターカスタマイズ用コンテンツを収録。おい、俺にもよこしやがれ。